こんにちは、柴戸です。今回は、Line6 の HX1 を鳴らしていきたいと思うんですけれども、もうね結構動画上がっているので、今回はですね、私の大好きな Zoom、 こちらのですねマルチストンプ MS50G プラスと鳴らし比べていきたいなというところです。まずね、TS から行きましょう。どっちから鳴らそうかな。HX1 から行きましょうか。うわ、さすがっすね。なんかね、滑らかな感じ。素晴らしいですよ。いい出来だと思いますけれども、やっぱねこの色気的なところ、ちょっと滑らかな、ちょっと硬さがありますよね。というか、さすがだなというふうな感じでしょうかね。では続いてクラシックディストーション DS1 だと思われます。まずね HX1 からいきましょう。いいですね、重厚感もありつつ温かみがある。ちょっと顕著にね、このジャキット感というか温かみの差っていうのがね出たかなという風な感じですね。アナログのコーラスをいきたいと思います。ズーム素晴らしいですね。うん、やはりね通して言えるのは、まあ、歪みにしろこのコーラスにしろ、やっぱふっくらしてるというか、ちょっとギジャッとしてる感じ、ズームは。でレスポンスもね、やはりね HX1 の方がね速いですね、音のスピード感。続いてフェイザー行きたいと思います。ズーム安いけどいいっすよね。
やはりね、これもちょっと軽さを感じますが、こっちの方がね、やっぱ暖かい。まあでもね、ズームで安い割には全然いい感じかなというところです。続いてディレイいきます。 HX1 から。最後にリバーブです。でしたでしょうか。 HX1 と Zoom MS50G プラスですね。シマーとか入ってるし、まあエフェクトのねレベルというところでは HX1 がいいなと思いました。まあ、ただね Zoom の場合はねこうやって何個もね並べれるっていう強みがあるんですよね。まあ、使用用途によってもね、いろいろ違ってはくるかと思うんですけれども、HX1 ね、さすが素晴らしいなというところでございました。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。